はい、2791回始めます、5月の28日火曜日になったところですね。今日付変わって今0時30分ぐらいですね、ちょうど。はい、いや5月の末、今日で5月最私ここに来るのは最後ですね。はい、皆さんお元気でしたでしょうか。私はまあぼちぼちですね、ぼちぼちっていうか変わらず、まあ疲れるね、なんか疲れが取れない。クローズアップ現代見ました、ミャンマー潜伏1000日の記録っていうことで、見えない戦場は今っていうことでですね、ミャンマー、まあ私行ったことありますね、あのタイから入ってね、チェンマイ、チェンライ、メーサイで、メーサイから割と近いんですよね、陸路入りましたよ。昔ね、ビルマって言ったところですね、ビルマ、ビルマの建物とかありましたね、あの映画でね、本当にのどかでね、静かでっていうか、人も穏やかでっていうところですよ、人も親切で、割と日本人に近いような気質の人たちですよ、ミャンマーの人たちは。食べ物もね、まあ、美味しくてっていうかね、まあ、合わなくもない、で、あの辺ね、タイの北部と、ミャンマーの、なんていうのかな、東部っていうのかな、あとラオス。の国境地帯、ゴールデントライアングルって言ってね、麻薬前はね、栽培してましたね、あそこね、世界の麻薬の供給の基地みたいな形になってましたけど、今どうなってるんだかあんまり聞かなくなりましたね、あそこね。私も迷彩あたりとあとミャンマー入って、いましたけど、やってましたね、みんなね、麻薬、ドラッグなんか、どういうものか分かんないけど、私あのね、何でしたっけ、カレン族っていうのかな、首長族ってね、昔なるほどザワールドとかでやってましたけど、首長族ってなんか首にね、女性の方がこう金属の、なんか金色のやつどんどん輪っかみたいなはめてって首長くするみたいな、首長いと美人みたいな、そういうのあるんじゃないですか、昔の。そこにね、私村にね1週間ぐらいいましたから、本当に。でそこでね、男連中が結構葉っぱ吸ってるんですよ。で、私も混じってやったらね、やっぱりあれはドラッグっていうか何、軽いっていうのも、私もドラッグあんまり知らないんですけど、私もね、やったって言えばやったことになると思いますよ、あれ。クラクラしましたからね、なんか、クラクラっていうか、ぼやーっとした気持ちいいみたいな、まあまあまあいいや、そういう経験あります、ミャンマー。このミャンマーがですね、2021年かな、確か、コロナ、に日本が入って間もなくですよね、コロナに入って1年ぐらいしてから、まあ内戦っていうかね、民主化を求める活動が活発になって、軍事クーデターがあったんですよね、ミャンマーごたごたしてますね、内戦がね、民主化になってみたりクーデターが起きてみたりっていうことで、はい、でそこ、2021年の軍事クーデター、軍部のから今実権握ってるのが軍部なんですけど、そこで今民主派の人たちが、まあ、抵抗運動してるっていうことで、もう内戦状態みたいになってますよね、でそのことをクローズアップ現代、今ウクライナとかね、イスラエルとかハマス、あっちの方に世界の関心が向いてるけども、このミャンマーっていうのももう何年も続いてるんだよと。で、ね、国内で、国内の軍部がね、市民を弾圧ね、虐殺、してるみたいな、市民の頭に爆弾を落としてるみたいな状況が続いてるっていうことを、クローズアップ現代やってました、日本にいるね、ミャンマー出身の方たちもいろいろね、自分のたちの祖国のためにね、いろいろ活動されてますけども、本当にね、難儀されてると思いますよ、本当に、これは結構泥沼っていうか時間かかりそうですけどね、はい、解決するにはまだまだ時間かかるような気もしますよ、はい、で繰り返される戦闘機の襲来でくぼみに隠れ怯える子どもたちっていうことでね、頭からどんどん上からね、飛行機戦闘機で爆弾を落としてくると、そんで、まあ、祈りながらね、近くに落ちませんようにみたいな感じで祈りながら子どもたちが、まあ、くぼみに隠れて、爆弾投下、やむのを待ってるみたいなね、映像から始まって、本当にね、悲惨ですよね、空爆で焼き払われた村とか出てきましたね。でミャンマーの軍事クーデターから3年、
軍と民主化を求める人々との戦闘が激化っていうことでね、激化しているっていうことで、うん、まあウクライナとかね、イスラエルとかの情勢に隠れて、こっちのミャンマーの方も戦闘が激化しているっていうことで、千日に及ぶジャングルでの、潜伏生活に迫りましたっていうことで、まあもともと首都ヤンゴンって首都なのかな、あそこ、まあ、最大都市だと思うんですけど、そこで映画監督とかやってた人、うん、が、そのヤンゴン抜け出して、うん、まあまあまあ、なんていうのかな、密林地帯っていうのかな、ところに逃げ出して、うん、潜伏生活を続けてるっていう、元映画監督の人に密着したっていうことですよね、この NHK で。うん、まあ今も密着してるんだと思いますよ、ずっと。うん、圧倒的だった軍を民主化勢力が押し返してるということで、ね、見えない戦場とも言われるミャンマー、今何が起きているのかということでね、映画監督のパウさん、この方最大都市ヤンゴンを脱出して3年前に山岳地帯に逃れたと、で取材に応じたと、で、うん、パウさんに言うには、今増えているのは軍による、無差別な空爆、うん、軍による集落への焼き打ちも頻発していると、うん、軍の攻撃が、残虐化しているのは彼ら軍が追い詰められているからだとパウさんは言ってましたね。その通りです、うん、で民主派は軍の拠点を次々攻略し、全国55の行政府を解放しているということで、民主派の方が今なんていうかな、盛り返してるっていうのかな、うん、で民主派 の士気っていうのがね、上がり続けてると。でミャンマーね、アウン・サン・スー・チーさんって有名ですね。あとこのお父さんアウン・サン将軍ね、国の英雄、うん、ミャンマー、うん、なんですけども、ミャンマーではアウン・サン・スー・チーさんが率いた、まあ、政党が2015年の総選挙で圧勝で民主的な政権が誕生したと。でそれまで、ね、軍事政権だったんだけども、人々にとり大きな、希望だったと、うん、アウン・サン・スー・チーさんがね、まあ、圧勝、うん、総選挙で圧勝、うん、で民主化が進むかと思われたと、うん、民主的な政権が誕生してね。ところが2021年2月軍事クーデターが起きたと、うん、ミン・アウン・フレイン司令官が国の実権を握るということで、もう軍事政権になったと。で巨大な軍に抵抗する民主派勢力は、まあ、まあ盛り返してるんだけども、その民主派勢力を今後押ししている勢力があると、うん、それは山岳地帯に暮らしていた少数民族ですと、うん、で少数民族は、長年軍と対立していたと、うん、抑圧されてきたということで、そうです、アウン・サン・スー・チーさんとかね、まあ、民主派求めていろいろ活動しているその時点からもう80年代90年代、まあ、それ以前から国の中枢、うん、まあミャンマー人っていうのかな、ミャンマー族っていうのかな、ビルマ族っていうのかな、分かんないけど、まあまあ中国で言ったら漢民族みたいなね、国民の大半を占める民族が、まあ、少数民族、山岳地帯に住むその人たちを、まあね、なんていうのかな、抑圧してきたと、そういう歴史があると、ミャンマーには。そんでもともと軍部と、うん、ミャンマーの軍部とは少数、なんていうのかな、少数民族の人たち対立関係にあったんだけども、今軍と民主派勢力が対立してると。でその民主派勢力、まあ、軍と対立してるから、うん、敵の敵は味方じゃないけども、民主派勢力とこの少数民族たちの、まあ、利害が一致してるみたいなね、ある程度対軍っていうことでね、抵抗してるっていうことで、そこで民主派勢力の人たちが、まあ、山岳地帯に逃げ込んで、この山岳地帯で少数民族の人たちから、まあ、少数民族の方々はもう昔からゲリラ戦っていうかね、うん、軍に対して抵抗運動してますから、昔からもう武器はあるし、戦い方は知ってるし、ね、うん、訓練の仕方も知ってるしっていうことでね、もう常時戦ってるわけだから、持久戦、うん、そのノウハウを知ってるっていうことで、その人たちに、まあ、民主派の人たちが教えを請うてですね、うん、で少数民族の方々も、まあ、この民主派勢力、昔の敵といえば敵だから、まあ、警戒してたんだけども、だんだん心を打ち解けてきて、
まあ、協力関係に至っていると。そんで今民主派勢力プラス少数民族の人たちが軍に対抗して、まあ、全国55の行政区を解放するに至っているということですね、うん、少数民族は長年軍と対立し抑圧されてきたと、うん、で戦闘経験豊富な少数民族から、まあ、戦い方を学んでいったと。で2023年去年10月末複数の少数民族の武装勢力が軍に対して一斉蜂起し、ね、複数の少数民族の武装勢力これは軍に対して一斉蜂起し、別戦に回った軍からは投降する兵士が相次いだと。さらに軍を離れたり脱走したりする兵がおよそ1万3000人出てるってことでね、今あの軍部の方、巨大な軍ですよ、ミャンマー軍、ね、資金も豊富にある、武器も豊富にある、ね、戦車とか戦闘機まで持ってるというそういうね強力な軍の方があの内部から今崩壊しつつあるというまでは言わないけども、うん、ちょっとね脱走したりね、あの士気が下がりまくってるってことですね。自分たちは自分たちの国民の頭の上に爆弾を落として何をやってるんだろうみたいなね、うん、感じですよ、うん、言うなれば、うん、でミャンマーのミャワディっていうところ激戦地にあってると。ここがタイとの国境の町ということで、まあ、国境とねあのタイとミャンマー国境長い国境ありますから、あそこの山岳地帯のあたり国境になってるんでしょう。このミャワディっていうところね、あの今激戦地になってるんだけども、うん、っていうこと、うん、でそこでまあまあまあ NHK の取材班が入ったんじゃないですか、うん、で上智大学の名誉教授根本さん、ね、解説してましたね。民主派勢力が目指すのは全ての民族が共に暮らす連邦制の民主国家だと。で、うん、いうことで、ね、あの民主派勢力ね、うん、あのもちろん民主主義基本にしてね、あの、まあ、ミャンマーちっちゃなねそのカレン族とかナリ族とかたくさんありますから、ちっちゃな民族がね、うん、私が1週間ほど泊まってたその首長族みたいなのもいますから、たくさんねそういうのが山岳地帯に点在していると。でそれら の, あの少数民族も含めて、全ての民族がね共に暮らす、まあ、平和であの穏やかな連邦制の民主国家を民主派勢力が目指していると。で今日本に暮らすミャンマー人、この人たちもねたくさん活動しているみたいですね、うん、で9万人ぐらいいると、9万人弱ぐらい今日本にミャンマーの方がいらっしゃると。でクーデターの後、2021年2月のクーデターの後2倍に増えたということで、まあほとんど難民のような形で、うん、来てるんじゃないですか。ミャンマーの方も随分ね日本に今いらっしゃるっていうことですね、はい、ということでね、まあこれミャンマー忘れられがちなんですけどね最近、うん、続いてますよと。で今回民主派勢力がねあの盛り返してるってなってますけど、まだまだ軍の方、うん、やっぱり資金力もあるし、うん、で軍備もあるし、ね、砲弾もあるし食料もあるしっていうことで、まあ民主派勢力がね抵抗運動してあの軍を倒すっていうのはなかなか難しいんだけれども、あのソ連邦でさえね内部から崩壊していったっていうことで、このミャンマーの軍ももしかしたら内部から崩壊してって、まああのうんあっけなくね軍事政権が倒れるっていうことも考えられなくはないですね本当に、うん、ということで、まあ、とにかくね一日も早くこういう悲惨な出来事っていうのは終わってほしいなと。あそこはね本当もともとはね本当気質的にはミャンマーっていうのは本当日本人に近いですよ。気質も穏やかだしいい人だし優しいし親切だしね、日本に来てるねミャンマーの方々も本当そういう方が多いですよね。で日本にも馴染みやすいっていうのかな、日本文化にもいう感じしますよ、うん、で東南アジアね今経済的にどんどん今なんていうのかな、まあ、先進国になろうとしてるとは言わないけども豊かになってきてね、その中でミャンマーっていうのはね残された最後の市場みたいな東南アジアで言われていて、日本企業も随分進出はしたんだけども、その矢先っていうかね途中で、うん、これから経済発展するぞっていう時にねクーデターが起きたんでね、今もう日本企業も手引いてねっていう形になってますよ。まあまあ他の地域他の紛争地帯と同じですけども、おそらく、まあ、ミャンマーのその軍事政権の後押しにはまあ勢力としてはね中国の影がちらつきますよね、うん、はい、まあ、どうなっていくのかね、これ、まあ、内戦だから、
内戦だから、まあ、国際社会をなかなか、ね、口出ししにくいっていう状況なんですけどね、うん、まあ私なんかはやっぱりね民主活動家、うん、民主活動派、民主派勢力の方をやっぱり応援したくはなるんだけどね、まあなかなかね、うん、ですよね、うん、ということで、まあクローズアップ現代で取り上げられてたんでね、話してみました。本当にね、他の国のこととはね、私なんかはなかなか思えないですよ。本当に日本人とね、親和性の高いような、うん、歴史的にもね、ミャンマーね、日本軍、進出してましたしね、うん、ビルマの建物みたいなこともたくさんあったし、っていうね、全くよその国、よその人っていう感じはしないですよね。一日も早くね、民主派勢力が、うん、政権奪取して、ね、民主的な国家ができてくれればなと思いますってことで、クローズアップ現代でね、ミャンマーを忘れるなみたいな感じでやってましたよ。はい、何でしたっけ、クローズアップ現代、ミャンマー潜伏1000日の記録、見えない戦場は今ってことで1回目ね、今回2791回終わります。話してみました。終わります。チャンネル登録、高評価お願いします。失礼します。